九州場所の注目力士、玉ノ井部屋の東龍。長い手足を生かした豪快な上手投げが得意です。35歳のベテラン、九州場所再入幕を果たしました。大きいですね。91あるんで。191cm。 最初きっかけやろうってなったきっかけは何だったんですか？ちょうど朝青龍関があの上がってきた時だったんですね。で、うわかっこいいと思ったりしてて、で大関になった時にちょうどメイド義塾がスカウトに来てて、まあ、いや、やってみようっていう感じで行ったら、うん、まあ、受かったってことどうですか？楽しかった？いや、苦しかったですよきつかった、本当に。はい、いや、もう本当に顔から落ちて、こんな血だらけになって、で、怪我して、すりむいて、帰りたい時あったっすけどで、だんだんちょっと相撲的に良くなったり、うん、勝ってくるとやっぱり楽しくなるんで。日本食は大丈夫だったんですか？いや、もう大好きですよ本当に嫌いでもないぐらい好きなんで。来た時からもうすぐに。いや、来た時そうでもなかったですよ刺身とかちょっと抵抗あったですね、うん、刺身と納豆だけど今納豆大好きなんでそうですか。食べる時2つを一緒に混ぜて食べたりするんで。そうですか。そう、最初はちょっとなんかみんな、うわ、くっさと思ったりしてたんで、本当に。で、それがだんだん慣れてきて、うん。モンゴルに帰られることは最近はあまりないですか？この間帰ったんですよ。そうですか。3、4年ぶりに、場所の休みに帰って。びっくりしたですね、本当に久しぶりに帰って。車も多くなって、すごいビールとかいっぱい買ってて。あれってこと迷子になりそうですやっぱりみんな年取ってる、取ってるですね久々に帰ってって言っても自分も年取ったなと自分が本当に。そうですか。親戚の子供たちみんなでかくなってて、あれとかで、まあまあ俺もそうなるかと思いながら場所中はこうなんかリフレッシュする方法とかありますか？お風呂が一番ですね。交代浴、はい、お風呂入って10分ぐらい入って、あと水風呂入ったり、そういうお湯に10分使って、お水に10分使って。あ、水10分は水10分はちょっと寒いんで、すいません、3分から5分ぐらいですよね。部屋で湯船溜めて、横にちっちゃいあのバス買ってきて水入れて、うん、そういうのやったりしてるんで。でそこに浸かるんですか？入んない、まあ、こんぐらいだから入って見ていたいって言ったら変だ。見ていたいって言ったら変だ。今度写真見せますけど次は九州場所で幕内ですけど、何かこうかける思いみたいなものはありますか？そうですね、はい、検査が九州なんですよね。九州場所新弟子検査で重量を決めたのも九州場所なんですよね。だから九州はなんか自分限界いいっていうか、本当に九州場所最近ずっと勝ち越してるんで、だからそのままこの勢いで九州も勝ち越してっていう。続いてこちらも注目、弟弟子の東白龍。九州場所は得意の突き押し相撲で新入幕を目指します。一番最初に相撲取ったのは松陰花賞のわんぱく相撲で、なんか親に入賞したらゲーム買ってあげるとか言われたからなと思います。その突き押しの相撲っていうのはいつから？でも小学生ですね、うん、初めてもう1年後ぐらいには突き押しになってたんじゃないですかね。くっそ弱かったすごく。入って、まあ、まあそれは入ったばっかの時だって2個下の男も勝てないし、同級生の女の子にも勝てないみたいな、めちゃめちゃ弱くて、そう、翔猿関かもう一人いたんですよね、翔猿関の同級生。その人は結構相撲うまい感じの人で、二人とかは結構その引きをやってて、まあ、ちょっと立ち演歌してみようかなと思って立ち演歌したら、万博全国大会で8とか入るような子に勝てて、同じクラブ
で変化ばっかしてたら、いやダンス聞くんだったら突っ張れって言って突っ張るようになりました。そうです、はい。それで畑を覚えたってことですよ、弾くことを覚えたってことですよね。そう、勝つためもうなんか全然勝てなくて、普通に言っても勝てないんで、どうしたらいいかなっていうので弾いたら、やっぱ小学生って弾く人いないんでめちゃめちゃ決まるんですよ。ご自身のこう都合でこうお客さんに注目してもらいたいポイントとかあったりしますか？結構負けたって思ったところから勝つって感じ。普通の人が粘らないというか、なんていうんですかね、いけない、こっからもう一歩逃げられないでしょってとこも逃げられるんで、まだやっぱ突き押しで勝てるのが一番いいですよ。食事はこだわりとかは何かありますか？毎日納豆一泊食べるでしょ。この部屋の人はみんな納豆好きなんですか？わかんないです、みんな納豆食べてます。そうですね、納豆大事、毎日納豆一泊食べてます、うん、健康にいいかな。あそこに言うて今日も納豆好きっていう話してた。納豆好きですね。そうだ、クジラズマズキも納豆好きなんで。あ、そうなんですか。はい、あ、そうなんですか。はい、体調管理みたいなのはな、どうやってされてるのかっていうの。早寝早起きですね。結構早起き、最近ハマってるっすね。稽古が今8時からなんですけど、その1時間ちょい前ぐらいに起きて、ベランダでコーヒー飲んでる。なるほど、もう仕上がった状態で稽古場に来られると。そうですね、もう体は完全に起きてるし、うん、頭も起きてるし、ベランダのこだわりポイントは、うん、夜になるとランプとか、紐のライトとか置いてあるので、いい感じです。光る？光ります、光ります。本場所にかける思いっていうのはどうですかね？決めたいですね、そろそろ、はい、もうどんどん抜かされていってますから。最近だと錦富士関とか緑富士関とかね、同級生が活躍してて楽しいですね。なんで早く上がりたいっていうのはあります。前橋優勝願ってますね。優勝して上がりたいっす。